さんこんばんは、ペルーです。田澤です。今回は今しがた終わりました現地11月の25日の土曜日ランチタイムの14時キックオフで先ほど終わりましたラリーガ EA スポーツの第14節ラージョバジェカーノとバルセロナの一戦についてお話ししたいと思います。結果は1対1エンパティアウのドローに終わりました。まずはこの試合バルセロナ勝たなければいけない試合でしたし、まあ代表ウィークでガビが、残念ながらもう今シーズン絶望の、離脱となります大怪我を負いましたので、まあガビなしでの、チームの再建ということでいうと代表ウィーク前の直近3試合、まあ、エルクラシコでレアルマドリに敗れて以降の3試合、ラレアル、そして CL のシャフタール戦、最後のアラベス戦と3試合続けて非常に悪い、低調な、特に攻撃面でチグハグな、内容での非常にポブレな、貧しい、乏しいフットボールのバルサでしたので、まあそこを代表ウィークでどう、改善しているのかというところで、チャビ監督がどう手こ入れしてきたのかという目線でこのラジオ戦見ましたけど、全く変わってなかったなと、手こ入れできなかったなというところが、この試合の、まずは、総括になります。まあそういう意味ではこのままの、内容だとバルサなかなか、ラリーガでも CL でも勝っていくのは正直難しいと思いますし、まあ個人の力任せで、局面局面で個人の、まあ、打開力やインスピレーションで、なんとか得点できればいいんでしょうけど、まあ、それでも、まあ、ラリーガの上位ではないような、スモールクラブに、まあ、内容面でかなり、特に今日のこのラージョ戦も前半は、支配されて圧倒されてしまいましたし、まあ、攻撃面では違いを全く生み出せないと、まあ、攻撃で停滞してちぐはぐな攻撃が続いてしまうということで、やはり課題満載のバルサでこの試合も終わってしまったと。まあ、なんとか後半、まあ、特に55分にジョアン・フェリックスとギュンダンを入れてから少し攻撃の特にアタッキングサードあたりからのスピードアップができるようになって、少しエリアボックスに入っていくような攻撃、そして相手に脅威を与えるような攻撃が生まれ始めはしましたけれども、ただ、決定機は作れずということで、まあ、なんとか84分にイニゴ・マルティネスから裏抜けしたバルデにいいボールが入って、まあそこがオフサイドではなく、うまくクロスを入れて、まあ、最終的にはレバンドスキーのゴールではなくて、ラージュのセンターバックのルジュヌのオンゴールでありましたけれども、なんとかそこで追いつくことができてということでの引き分けで終わりました。まあ、バルセロナ全体的に悪いチグハグなフットボールの中でも一人気を吐いたのはやはり2ヶ月ぶりに9月のセルタ戦で負傷して以来の出場となりましたフレンキー・デヨング。まあ、試合後のフラッシュインタビューでは全然万全ではないというような話をしていましたが、まあそれでもちょっと一人気を吐いていたなと、フレンキーがいると全然違うなというようなプレーパフォーマンスでしたし、まあただその分ビルドアップのところでフレンキーが非常にいいボールをねピックアップして、そこからの配球やドリブルでの推進力、持ち運びのところで違いを生み出す分、まあちょっとそれ以外の選手のペドリやオリオ・ロメオが全然目立たなかったなと、まあなかなか、絡めなかったなというところがありますので、完全に今季の、バルサはフレンキーのチームかと思いますので、フレンキーにどう絡めてボールを運び出していって、フィニッシュワークまでつなげるのかというところをもう少しチャビ監督が、チームとして戦術的に落とし込めるといいんですけども、これだけ毎試合毎試合攻撃面で課題が出てしまうとちょっとそれも難しい監督なのかなというのは、まあ少し前の、試合のレビュー動画でも話したかと思いますので、まあちょっともうそこは、チャビ監督に望めないかなと思いますので、まあこうなってくるともう昨シーズンのように、アラウホ中心に、我慢強くソリッドに守って、カウンター一発で仕留めるようなサッカーに、方向としては持っていった方がいいのかなと。まあ、この試合でもやはりガビ抜きというところがありますけれども、まあ、なかなか非保持でハイプレスで、まあ、相手に襲いかかっていくようなプレスをかけて、まあ、そこで引っ掛けてのショートカウンターも繰り出せませんし、まあ、逆に、ボールを失っての即時奪還で、中盤より前の選手は即時奪還しようとしてボールに密集を作ってるんですけれども、ディフェンスラインがそこで、プッシュアップしていかないので、まあ、間延びしたところをうまく使われてオリオ・ロメオが仕方なくファールを、犯してイエローカードをもらうみたいなシーンもありましたので、ちょっとその辺の守備のところの統一感もないなというところは、まあ、攻撃のちぐはぐさもそうですし、守備のところも揃わない、整理されきってないなというところがちょっと心配なバルサではありますので、まあこの後ミッドウィークに CL のポルト戦が控えた後はラリーガはアトレシコでマドリード、ジローナとのまあビッグマッチ2つ続きますので、ちょっとここで、結果が出ない、負けが込むようだとチャビ監督の本当に首が、危なくなってくるんじゃないかなというふうに思います。ということで、両チームのスタメンと戦術的なポイントを確認
認していきましょう。はい、まずは左ホームのラージョですけれども、こちらの 4-2-3-1 の布陣でした。ゴールキーパーディミトリエフスキー、ディフェンスライン今日は右サイドバックにバリューが戻りました。ムーミン、ルジューヌ、エスピードのバック4、ドブレピボーテにウナイロペスとオスカルバレンティン、2列目右に石、左に今日はアルバロガルシアが出場停止でしたのでデフルートスが入り、トップ下オスカルトレホ、セルヒオカメージョのワントップというような並びでした。一方のバルサ、こちらの、4-3-3 の表記にはしますが、実質的には、4-2-3-1 と言ってもいいでしょう。ペドリが、このね、トップ下の位置のような形に入りますので、こういう配置で紹介してもいいでしょうし、中盤がこういう形での 4-3-3 と言ってもいいかもしれません。ゴールキーパー今日は手足提言が背中、腰の痛みで欠場となりましたので、今季初先発イニャキペニャが入りました。ディフェンスライン右からカンセロ、クリステンセン、イニゴ・マルティネス、バルデということで、代表でお疲れの組んで洗う方、今日は使いませんでした。中盤ですけれども、オリオン・ロメウ、フレンキー、ペドリの3人、前線右からラミン・ヤマル、レバンドスキー、フェラントーレスで、ラフィーニャも、今日はベンチスタートでした。試合のスタッツはやはり保持率圧倒的にバルサが上回りました。33-67、ただシュート本数は10-15、前半に関してとラージョの方がシュート打ってましたし、決定機も作りました。枠内は4-4でイーブンでしたので、やはりバルサボールを持っているんですけれども、引いた相手、ラージョがセットしてきた、ところを全然崩せないというような、終始攻撃に終わっておりました。戦術的なポイントとしてはやはりバルサの、攻撃のちぐはぐさ、そのワンポイントだけ解説をしておきましょう。ラージョが、前半キックオフ直後は少しハイプレスは繰り出しましたが、いろいろ監督の時のように、全体で人を捕まえながらマンツーマンで、捕まえていってのハイプレスは、今のフランシスコ監督しませんので、しっかりとミドルサード、ミドルゾーンセットでの 4-4-2 で構えましたので、そこに対してどう、ボールを運び出すかというところで、今のバルサは両サイドバックを上げるというところはずっと言ってきてますけれども、カンセロは内側を取ると、その時にロメウが少し下がって、あとはバルデも左肩上がりで上がりますので、フェラントーレスが内側を取るということなんですけれども、そうなるとセンターバックには、プレッシャーが来ませんので、少しね、広がりを作って、プラスフレンキーもかなり、時にこういうセンターバック間にも降りてましたし、特に前半はフレンキーがとにかくボールを、拾いまくってピックアップしまくって、そこからのさばきなんですけども、やはり、ここのファーストラインは簡単に超えることができるんですけども、そこからがなかなか、中盤のところからアタッキングサードに入っていくところで全然スピードアップしませんし、ペドリにもどうボールを配るかというところもなかなかね、うまくできませんでしたし、ずっと言ってますが今日はハッタヤマルでしたので、ここに入った時にやはりワンタッチでこういうところに、ポケットにニアゾーンに侵入するようなボールがあればいいんですけれども、カンセルもここからのスプリントはほとんどなかったですし、こういう形で例えばタイミングよくボールが入るときにすでにセットしていてワンタッチゴーができれば崩れると思うんですけども、そういうような攻撃もなかったということで、ここでヤマルが一回足元で止めて、周りの動きを探してから、出しますから、当然ながらそうすると相手も対応できますので、なかなか、配置で押し込むことができそうでもできないと、サイドのところで言うと、張ったウイングに対する内側を取る選手もいないということで、本当に、引いた相手を崩せないなと、裏抜けのアクションもほとんどありませんでしたし、ペラントレスも、一応裏抜きはしたりとか、大外のクロスに対する入り方なんかは良かったですけども、なかなかそこもつながりがないということで、本当に全般的にはフレンキーがこの辺で躍動しているだけで、それ以外、アタッキングサードに関してとほぼ皆無だったのと、レバンドスキーもなかなか活かせることができませんでしたし、とにかく両サイドバックが攻撃面では高い位置取りをしている割には全然関与できないと、84分のバルサのゴールの時にはバルデが裏抜けしましたけれども、サイドバックを攻撃参加させている割には攻撃の厚みが出ないというところも問題かなと思いますし、あと一番の問題で言うと、フレンキーが、ビルドアップのところで関わる分、オリオ・ロメウがやることがなくなって、フラフラとこういう形で上がってはくるんですけれども、こういう形でインテリオル化ロメウがしてしまうと、ロメウはこれが得意な選手ではないので、不得意ですから、ちょっと使い方、かわいそうだなと、その割には、カウンターのところで処理しなければいけないエリアスペースが広いので、そうなるとね、フィジカル的にも、昨シーズンまでいたブスケツのように、そんなにスピードがある選手じゃないので、カウンター対応で、ちょっとね、戦術的なファウルを犯してイエローをもらってしまうみたいなシーンがありましたから、ちょっとこういうサッカーでは、オリオ・ロメウ全然生きないどころか、彼の良さが全部裏目に出てしまうというところで、
まあ、すぐにね、やはり後半ギュンドアンに変わりましたので、まあ、ちょっとロメウもかわいそうだなと、まあ、こうなってくると自信も失うようなというような前半からの、ロメウの使われ方でした。はい、まあもうガビが、ね、今シーズン戻ってこないことは確定しましたので、まあね、ガビがいないのでなかなかハイプレスが効かないでしょうし、まあ、ペドリが、ガビの代わりには入ってるんですけれども、非保持でガビほどの、ね、プレインテンシティとか、プレッシングができない分、逆に保持で違いを生み出すようなペドリがもう少し、コンディションが上がってくれば、出てくるのかもしれませんが、この試合ではなかなか、まあ、そういうペドリにはまだまだ戻ってこないかなと、まあ、ただ、唯一の朗報は、もう本当に2ヶ月ぶりでこれだけのパフォーマンスをするフレンキー・デヨング、すごいなというところですよね。まあ、実際に試合の MVP に輝きましたし、まあ、後半ギュンドアンが入ってからは、ギュンドアンと横並びで非常にいいアタッキングサード付近まで入っていっての、まあ、配球ラストパス、そしてドリブルでね、相手を剥がすような局面も作ってましたので、まあ、フレンキーが一人で、まあ、かなり多くのことをやってくれますから、まあ、今後の試合でフレンキーに依存しながら、うまく攻守で4局面を回していけると、まあ、もう少しね、バルサも、スムーズに機能していくんじゃないかなと思いますが、ただまあ、そうは言っても、個人任せになってくると、まあ、強豪相手には当然ながらフレンキーも消されていくような、時間帯とか、試合が出てくるかと思いますので、本当は、監督が、グループや戦術で、もう少し解決しなければいけないんでしょうが、ちょっと今のチャビ監督にそれが望めないということで、まあ、手詰まり感が攻守であるだと、まあ、今後どうなっていくかなというところは、まあ、出たとこ勝負しかないんでしょうけれども、まあ、ひとまず、週明けの、CL ポルト戦非常に重要ですから、これを落としてしまうとちょっとね、最終節までグループステージ、突破が、わからないどころか、もしかすると敗退も、可能性としては高まってしまうので、大事件になりますので、それがないようにということで、しっかりと、ポルト戦戦ってほしいなというふうに思います。ということで、まあ、ここ最近非常に、内容が悪い攻撃で停滞感、チグハグ感満載のバルサなので、なかなか、明るい話ができない。しかも代表ウィークでガビを失ってしまったということで、ね、まあ、ただ、フレンキーが戻ってきてフレンキーのバルサとして、再建なんとか、してほしいなというふうに思います。まあ、ただ今日も、負けてはいませんので、まあね、そこは開き直ってなんとか優勝争いに残ってほしいなと思いますし、まあ、バルサが、内容を含めて、改善していかないとまた強くなっていかないと、まあ、ラリーガもそして、CL の、ね、ラリーガ勢も盛り上がっていきませんのでバルサ、どうかお願いしますということで、もう少し盛り返してほしいなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラープロクシマ。